はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ニュージードリフトライフのたけしです。いやニュージーランドだいぶ暖かくなってきましたよ。今日なんか僕あの半袖です。でまだね朝晩冷えますけども、先週末からニュージーランドはデイライトセービングってものが始まったんですね。なので、日本との時差が3時間から4時間になりました。でそんな今日ですね、紹介したいのがまた面白い車乗ったんですよ。っていうのも、僕の友達でですね、ティムってやつがいるんですけど、彼はですね、中国からこう来てて、ドリフトのねトレーニングするためにエバグリーンドリフトパークでね合宿みたいな感じで、来てたんですね。でそんな彼が乗ってたマシンがまた面白くて、そうトヨタの GT86 に乗ってるエンジンがね、コールデンのコモドアの V8 っていうね、一番このハイスペックなモデルについてる LS1 っていうね、V8 エンジンがあるんです、 GM 系の。でそのエンジンとギアボックスが、搭載されてて、でフロントにですねワイズファブ、これが乗っついてたんですよ。僕結構ねこの V36 スカイラインでパキンってアングルつけられるようになんて言っていろいろ考えながらね試行錯誤今やってるわけなんですけど、まあもしねそれも興味ある方いたら上にリンク貼っとくんで見てください。でそのね、まあお前そんなに頑張ってんだったらちょっとこれ乗ってみろよって言われまして、でまあ乗ることになったんです。いやこれがね、まあ、目から鱗でいろいろ面白かったんでご覧になってください。それではどうぞ。この8の字旋回を見せてくれるってことでちょっと行ってきます。じゃあ次乗ってみます。Never tried, never know. Never tried, never know. I show you how to do it. You try. Okay. Okay. GT86 なんですけど LS1 の V8 が積んである車、こちらにちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ、八の字行ってみましょう。
amazing. You thought you're gonna spin up? NBA? Yeah. Go again. Wow. Three times, I'm trying to spin up. Over limit, right? Yeah, over limit, but okay. Just keep going. So the limit in your mind has changed. いやーこれはね本当にいいなThat's amazing. 気持ちいいですね。Big improvement, right? Big improvement, yes. Your school is finished. Don't go back to Canada. Oh, thank you. はい、いかがだったでしょうか。もうね、いや本当目から鱗で、僕この V36 スカイライン、こちらね V36 スカイラインでこうせせこましくじゃないですけど、一つ一つねこうキャンバー変えたり何やったりしながら少しずつ、あフロントが逃げるとか言っていろいろやってたわけなんですけど、なんすかねあれ、違法改造じゃないですけど、なんかもうルール違反張りにすごい機能だなと思いました。まあ、だからこそ高いんですけどね。日本で買ってもいくらぐらいするんだ、多分20万とか余裕で超えてきますよね。その恩恵があるなというふうに思いました。角度もすごいんですけど、それだけじゃなくてちゃんとねセルフステアがちゃんと効くんですよ。こうピュッてやると結構くるくるくるって回ってくれますし、ハンドル戻せばね戻ってきてくれるんですよね。だからそれほど好き嫌い分かれるもちろんあるんですけど、でもそこまでひどくないというか、結構加工ナックルって癖が強かったりするじゃないですか。逆にすごいトーアートを強めにしてタイヤの角を使ってなんとかセルフステアを作ったりするようなナックルとかもあるんでね。そう考えるとやっぱワイズファブっていうのはちゃんといろいろ考えられて作られてるなといった気がしました。はい、今日はそんなですねちょっと面白い V8 エンジンの GT86、 これを紹介させてもらいました。ちなみにですね、今やってるのがこのレーシングカートたちですよ。このレーシングカートとこのドリフトトライク、これをですね、ぶった切ってあのカートと一緒にしてですね、家の周りをドリフトできるようなそんなレーシングカートを今作ってると、そういう計画もありますんで、もしよかったらですねそちらもリンク貼っとくんでぜひ見てみてください。結構面白いです。バラしてですねカットしてこう溶接してっていうのもやってきますんで、ぜひそれもね、見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうも。